ということで番外編やっていきましょうか。iOS ということで、まあ、前回ね、まあ、無事にあのスターガイドを終えることができたんですけども、やっぱりやるからには、こっちの方もね、しっかりとやっていかれなかったですね。セリー逃げて、嫌がれガンダム、こっち見て走ってくるからには、やっぱりまあ、あのこっちの武器でもね、あのしっかりとね倒していかなきゃいけないかなというふうに思っているので、まあ残念ながらその前回みたいに安心安全をお届けしながらっていうことが、まあちょっと予約できないような武器構成になっているから、なんか立ち上がってきているガンダムたちがたくさんいたんだけど、サツラに関しては無視していくことですね。はい、こっちから扉が開かないわって、あれお前さっきまで上にいたのに、ちゃんとこっちから降りてきてるんだ、おかしくねっていう状態なんだけど、まあそんなことは気にしてね、上の方から、あ、そこに行くのか、なるほどね。あ、いたこういうことなんで、こっち向いてよー、よいしょ、カチャ、あ、やばい、よいしょ、よいしょ、オッケー、あれ倒れない、痛いけど倒れてくれない、やばい、近い、安心をお届けしたい、安心をお届け、おやすみ。お前4つなのか、今日な、3つの9個、あ、ちょ、どっか行ってあ、こっちに気づいたようです。あ、いた、あ、よかった、ありがとう。思ったよりも仕事が早かったっすね、君ね。すごいな、セリー。ということで、まあ、今回はこの武器構成でどこまで倒せるかっていうことなんですけど、まあ、とりあえずちょっと目の前に見てください。なんか怪しいのがいるかもしれないから、とりあえず一発、見ましょう。はい、やつだけなぜかスローモーションになっていた。セリー、ついてきてる。シェリー、ついてこれる。走るとこでだいぶ差空いてるけどな。あともう少しよ。だいぶ差が空いて戻るっていうのかな。どうしようかな。こっちちらっと見て、スパークちょっとまあいらないかな。これはやっぱあれだよね。使っちゃダメな気がするから。と言いながらも、でもガンパを使うほどのあれでもないもんな。じゃあ。試してみる。あ、いやまあちょっと時間の問題もあるからね。とりあえず多分場所をデコ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 置いてる。ね、これで時間が特になかったらね。爆発まで。もうどうでも使ってやろうぜ、死んでようぜってところだ。チーフ、どうするの？列車を任さないと。だからね、私どこまでやって息を出すことができるのかって限界にチャレンジしようと思ってるの。ここで待ってるね。ありがとう、いい子ね。いい子ね。気をつけて。大丈夫よ。そんな私は寝る前のプロテインを飲んでる。でもね、寝る前のプロテインもね、そのアミノ酸の濃度を、あの体内のアミノ酸の濃度を変えないようにっていうのが大好きっていうか言われたりとかするけど、そのやっぱ吸収の仕方っていうのもあって、寝ながら吸収するのと座りながら吸収するので、やっぱり座りながら吸収する方が、まあ、あのアミノ酸的にはいいみたいなこと言われてるんで、なんとか動いたみたい。的にはいいみたいに言われてるから、これを飲んだ後に即寝るのってどうかなと思って、やっぱ30分くらいせめて開けてから寝た方がいいのかなと思ったりして、レオン、まあ、僕はもうこれを取り終わったら速攻で寝るけど、あなたなの？もう眠くて眠くて、ああ、だがここはもう持たない。前も話したかもしれないけど、ちょっと風邪気味なんです。今すぐ脱出しろ。いいな、脱出路は見つけたわ。風になります。嫁がそれをもらえます。そして一番重い症状になるものを私が引き受けますっていうのがね、もう家族の中で出来上がっている矢印サンクチュアリっていうところなんですね。もうしんどくてしんどくて、レオン、よく聞こえない。そんな夜中にゲームすんなよ。俺に構うな。さっさと寝ろよ。早く脱出しろ。昨日までは熱でぶっ倒れてたけど、レオン、なんとか熱で気は下がったから、まあなんとかなるんじゃないかなとかって思ってたけどね。はい、何なの？何なの？全くもうって、その怒りは、彼にぶつけてるのか、それか私にぶつけてるのか、あ、私というかね、彼にぶつけてるのか、状況に変わる。マイクが繋がらないことに怒っているんだったとしたら、まあそれは致し方がなかろう。何か異形の形が、異形落ちてきてるから、異形これ目玉以外ダメージ食らないんだな。諦めたらどう？確かに、そろそろ諦めたらどう？そんなわけにもいかないだろう。俺の魂、俺の種はもっと全世界へ残したいんだ。一体おぉフルタッパーで、なんだっけ、ホコリザルの進化系って言ったよね、確かね。SV で初めて出てきたけど。あ、わわ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 わ
やばいやばい、引っかき傷が半端ねえな、あっちに登っていったらさすがにダメージ食らわねえか。で、なんかこっち向いて、じゃあ目玉こっち向いてないけど、こっち向いて、違う、おー、目玉到来しますー、すいませんでした。でも優しいよね、こいつ。あ、でも優しくはないか。いや、なので優しいよねって、あの、電車に傷を負わせようとはしないもんねって言ってたんだけど、思いっきり電車の上に飛び乗ってた。今気づいた。思いっきり電車の上に飛び乗ってた。お目玉頂戴しますー、危ないー、スカッケルー、スカッコジャパン、懐かしいなー、そんなのもあった気がするー。今はあるのかわかんないけど、とりあえず後ろを振り返ったら、やつがいる、ここだ、やっぱダメージかけないのかな。とりあえずこれで攻撃ダメージ、この辺だとマジに使えてるんだよ。一発がこっちに向かってきてる。まあ、まだあと6歩あるしね。まあ、まだあと6歩あるから。くらい相手にして。ああ、やばい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 。こっちの方に向かってって、すり抜けてるんだよ。あれ食らってる。おいおい。これじゃ食らってない気がするんだよな。あまりにも難易度が高い。あ、カチ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 言ってきた。あ、やばい。でも見失ってるな。しっかり通ってきて。あ、目玉いくことになった。おい、結構痛いくらいか。目玉をつぶくなって、痛いから痛いですんな。ああ、もう初めから自ら壁通してる。かわいいやつ。よし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 。おい、みんなこっち。ああ、来たね。おう、近い。あ、終わったわ。あ、勝った。いや、仕方ない。仕方ないよ。こいつを。これ、こうなったら、こうなったら、こっちでいいんじゃない？勝手に出してさ、なんか、お目玉がブチ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 なってる。こうなったら、また時間の問題ないですから。ほっといても。フォームを確かめるためだけの地上戦でのクロールみたいなのだなって。ほら、まあ、ああだったらもう時間の問題なの。こちらから自ら手を下すっていう必要はないんだ。なるほどな。はい、ここでね、プチュンプチュンみたいな。ガチュー、人生最後の爆発。まあ、一回しかできないか、爆発自体は。はい。まあ、やっぱり、体力的には、ちょっと残酷な天使のせいでだったということで、まあそんなこともあろうかというところですね。はい。ということで、戻ってきたよー、大丈夫、ハグしよう、あれだな、私もいつか、おお、背中の傷が残ってる。傷つけられたというところがあれだよね。じゃあ、明日からはちゃんと本当に英語編をやっていこうと思いますので、まあ、ボスに相談したかったな。まあ、巨乳と成長、発展途上と、そして、ケツアゴの3人が再会したということで、そして、最後の話したかなというふうに思います。はい。というところですね。会話しないからどこだ、何したい、そうだ、こいつ臭かったんだ、そういえば臭かったんだな、こいつな、うん、ここを出たら何がしたい、クレアの家に行きたい、クレアの家な、いいよ、クレアの家さ、あれなんだよね、ちょっとゴリラ飼ってるんだけど大丈夫、しかもね、女に対してのね、発情欲が半端ないゴリラなんですよ。女見るとね、張り切ってね、うおーって言ってね、盛り上がってゴリってくるからさ、あ、よかった、はい、無事で、無事で大丈夫だって言ったろ、言ったでしょ、そうね、はい、そうね、ということで、まあお楽しみいただけたんではなかろうでしょうか。まあ次回こそ本当にレオン編やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお楽しみお待ちいただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。また次回パートでお会いいたしましょう。ではまたね、お疲れ様でした。